フリードリヒ一世本ブランデンブルクは、方園ツォレルン家の人物で、最初は1398年から、ニュルンベルク城博として、フリードリヒ六世本ニュルンベルクを、1415年に、ブランデンブルク選定校を兼ね、表記の名を名乗った。さらに、ブランデンブルクアンスバッハ編教博及び、ブランデンブルククルムバッハ編教博をも兼ねた。父は、ニュルンベルクフリードリヒ五世。 母は、マイセン編教博フリードリヒ2世の娘エリーザベト、ヨハン3世の弟、はじめフリードリヒは、オーストリア方面での職務に専念し、ハンガリー王、ジギスムント軍として、戦争に加わっている。父の存命中の1396年、フリードリヒは、兄のヨハンと共に、タイオスマン帝国戦に参陣し、ドナウガワウガン、 現在のブルガリアに位置するニコポリス近郊で戦闘が行われ、兄弟は共に辛くも、難を逃れた。ヨハンはこの時、ジギスムントが捕虜になるところを救い出す働きをしている。帰還後、父の医療を兄と分割した。ヨハンは、バイロイトを、フリードリヒは、アンスバッハを獲得した。フリードリヒはまず、ボヘミア王ベンツェルトプファルツ選定校ループレヒト3世との内乱の仲介を試みたが、 結局1399年9月にループレヒト側について戦っている。1409年、フリードリヒは深刻なフェーデの後、アンスバッハの運営を投げ出して、ハンガリー王ジギスムントのための仕事に邁進する、ブランデンブルク選定校の代理として、1410年9月20日にフランクフルトアムマインで開催された皇帝選出会議に参加し、ジギスムントの選挙に一役買った。 ローマ王となったジギスムントはこの項に感謝し、フリードリヒを最高司令官として、返境領の管理者に任命した。一方、フリードリヒは、反乱を起こしたブランデンブルク領内の貴族と戦い、最終的には治安を回復した。1415年、フリードリヒはウェバイエルインゴルシタット公、ルートビヒ7世と手を結んだ。1415年4月30日のコンスタンツ公会議で、 ジギスムントはフリードリヒに、接襲の返境白くらいと選定校くらいを授けた。10月21日、ベルリンの議会で、ブランデンブルクの貴族たちは彼に忠誠を誓った。選定校寮の正式な報道及び自重庁くらいの授与は、1417年4月18日に、取り行われた。ジギスムントは、フリードリヒ一世に、巨額の借金をしており、その担保として、 ブランデンブルク返京料を提供したという説もある。1415年に支払い不能に陥ったジギスムントはフリードリヒ一世に選定校くらいとブランデンブルク返京料を与えることでその穴埋めを行ったというものである。フリードリヒ一世はジギスムントのフス派に対する暴力的なやり方に賛同できず、これが両者の関係を冷え込ませる原因となった。 ブランデンブルク返京領での絶え間ないフェーデやズレキに苛まれたフリードリヒ一世は1425年に帝国自由都市ニュルンベルク近郊のカードルツブルクに引きこもり返京領の運営を長男のヨハンに任せてしまった1427年からフス戦争に参戦するがバーゼル公会議の際にはもっぱら朝廷に勤めている同年ニュルンベルク市に ニュルンベルク城を売却した。1437年以降は、カードルツブルクで暮らし、この地で1440年9月20日に亡くなった。医療は3分割され、長男のヨハンは、クルムバッハ編教伯次男のフリードリヒ2世は、ブランデンブルク選抵抗三男のアルブレヒト・アヒレスは、アンスバッハ編教伯となった。1401年9月18日に、 シモバイエルンランツフート公、フリードリヒの娘エリーザベトと結婚した。二人の子供は、以下の通り、勝利の波起動記念碑グループ15。中央の立像が、フリードリヒ一世。ベルリンの勝利の波起動には、ルートビヒマンツェル作のフリードリヒの立像を、中心とした、記念碑グループ15があった。両側の胸像は、方エ,ンドエハへ白ハンとベントホンイーレブルクである。この群像は、 1900年8月28日に除幕された。これらの文献は、ドイツ語版の文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し、直接参照してはおりません。ありがとうございます。